タルコンガは2003年12月12日に発売されたニンテンドーのゲーム機、ニンテンドーゲームキューブの周辺機器である。ドンキーコンガ専用として開発されたコントローラーで、二つのタルが隣同士にくっついたデザインをしている。見た目と大きさは楽器のボンゴに類似しているが、名称は大きさも形状も異なるコンガから取られている。これは、ンコントローラーを略して、 タルコン、それと楽器のコンマを掛け合わせたものである。タルの間にスタートボタンがあり、この中間のところから伸びたコードの先端のプラグをコントローラーコネクタに差し込んで使用する。タルの下の部分には収納するときにプラグをはめ込むことのできるくぼみがある。タルの上の部分にそれぞれ叩く面がある。軽く押すだけでゲームに反映するほど反応が早い。使用しているゲームはないが、 実は一つの面は二つの領域に分かれており、それぞれの領域を異なるボタンが担当している。音に反応する機能もあり、拍手したりタルの横を叩いたりすると、ゲームに別の反映が起きる。このマイク機能をつけることを提案したのは、マリオの生みの親として知られる、宮本茂である。ドンキーコングタル、ジェットレースも GC で開発されていた頃は、タルコンが対応ソフトであったが、 Wii に移行になると同時にタルコンが非対応となった。ありがとうございます。